コンビでちょうど 2.0 キロ太ろう。よっしゃこれ以上太れる。いや太れるって。いやびっくり、そんな俺今最大値。あ、そう、切るかじゃあ。いやでも 2.0 キロ太ろうということで、はいはい、今回のステージは鳥貴族さん、そしてお相手はスマイルさんです。お願いします。スマイルです。お願いします。うぇーい。もうスマイルさんも鳥貴族は、はい、僕はもう家族で言ってます。あ、大好きなんで。でももう鳥貴族さん本当、高く評価しております。上から言う。評価したな。はい、底辺も底辺。お前鳥貴族でコンビ対抗、体重2キロぴったり増やし対決。好きなメニューを1品ずつ食べていき、コンビ合わせて体重プラス 2.0 キロを目指します。何品頼んでも OK、 ただし一度頼んだメニューは頼めません。ぴったり 2.0 キロ増やせたらピタリ賞5万円を贈呈。衝撃の結末が。いった。うわー、すげえ、奇跡や。何これ。頑張ろう。だからコンビで2キロってことやね。はい。だから1キロ1キロでもいいし、1.5、0.5 でもいいってことや、ね。あ、いいです。はい、あ、だ極論 2.00 でもいい。だ、なんやねん、そいつの。極論。そいつなんやねん。極論。スタート時の体重はご覧の通り。OK。まずは、がっつり重そうなメニューから頼みたいところ。せーの、ドン。じゃあまず見取り図から、はい、リリーは鶏っぱいタンメン。なんでやっぱね、一番重いと思うよね、汁と麺で。ってなったら取られる前に先に言っとくのと、あと俺後半になったら食べれんで、自分だから、うん、前半に駆け込むといい作戦、うん、ただ私見てください、メガハイボールです。ありなの。ありあり。です。そうか、そうです。だからあなたたちもうこれ頼めませんからね。うわ、メガハイボールなんて取り合いやん、はい、しまった。あと何より僕今日の仕事これで最後なんですよ。ただの打ち上げですよ。うわ、ええー、なー。確かにな。対するスマイルさんお願いします。いや、それは僕はもう川の塩。鳥貴族さん来たらまずは鳥を打つそうよ。リリー、アホか。だって絶対重いのから言った方がいいっすよ。トリキーが全部うまいのは知ってるんですよ。ただグラムを稼がないとダメなんですよ。いや、分かった分かった、こっから稼ぐよ。ほんまに太る気あるかお前。あるね、それは太る太る、ちゃんと。ほんまに一番太る。いや、わし丼頼んどんねん。分かってる分かってる。もう揉めてるやん、一品目から。喧嘩はその辺にして、一品目いただきましょう。でかいよこれ。ありがとうございます。打ち上げや、最高やな。いい香り。テンション久しぶりや、俺このジョッキ持った。ちょっと待って、持ってこれ。これで俺もう2キロある。ジョッキがな。じゃあまず私ハイボール。あ、先。うわ、ええな。ええな、ほんまに。痛がってくんな、そうなると。そうなると、がっつりいったや。最高やわ。うわ、がっつりいったや。何キロあるのやろ。うわ、いただきます。居酒屋のレベルじゃないのよ。そうよ、ね、好きやもんな、ラーメン。うわ、どない、久しぶりの鶏パイタン。最高ね。正直も食いたなるな。余裕やなこれ。すいません、お金もらってる。そういうことちゃう。無理や。そういうことちゃう。同じの無理やからな。川の塩間違いやで。うまや。うわ、ヨシタのあれ稼げそうやな。スープもある。はい、うまやな。胃膨れると思う。茶碗一杯だいたいご飯って150ぐらい、はい、やんね。そうやね、200g。だからこれで150ぐらい売ってるの。稼げてるかな。いただきました。もうガンガン書き込んどった方がいいからな。口悪いけど、バチ構えてくれ。口悪いな。バチ構えて。めちゃめちゃうまいで。最高やろ。バターとソースの風味、めちゃくちゃうまい。僕もいただきます、皮。うん、このサクサクといい、甘みといい。あれ、全然グラム稼げてない。鶏ってやっぱりほんまに唐揚げにしても美味しいし、うん、こうやって串焼きにしても美味しいし、ご飯に添えてあげても美味しいし、いろんな表情を見せてくれるっていうのがまた嬉しいよね。激烈もんないな、コメント激烈もんない。お前黙って食うとけ。ほんまに。1品目は両チームともペロリと完食。これ結構稼げてると思う。めっちゃ美味しかった。今最初の一品目で400までやろ。ない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 、なんか全然ない。ステーキで考えて、ステーキの1キロってとんでもないよ。うん、そうやね。そうか、150g とか。そう。あ、スマイル、ヨシタカが150g は言ってくれてるから、150g、はい、うん、ほんま頼んで。俺は多分2ぐらい稼げたと思うね。2g ぐらい稼げたって言わない。皮やもん。瀬戸さんが皮食べてただけやそう。
せーの、じゃあまず見取り図、はい、森山メガレモンサワーうわーめっちゃ飲むやん、はい、やっぱまずメガ系は潰していきたい。で僕がメガ金麦、うん、メガ金麦やないですか作戦があるやばいやばい、マジか、メガめっちゃ取られてる。お酒飲んだら食べれないですか。あ、お酒飲んだ時の方が食べれるんですよ。分かる分かる、アルコール入った方がタが外れて、うん、だから一回食べたくなる、潤滑油でここ入れてます。分かる分かる、はい、でスマイルさん、僕はこちらレモネード。何やねこいつ、何なんですか。めっちゃ腹立ってきたの。ちょっと一回レモネード挟まして、さっぱりさせたいから。必勝で、こっから全力注ぐから大丈夫大丈夫。よしさん、鶏上昇。いいね、もうだって、じゃあ米いく。いいね、だって米太るじゃん。そうやね、米系取っとかんと。うわ、ほんまや。そう、吉高は残り少ない炭水化物メニューを着実に攻めるという作戦。懐かしいなこれ。来た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 。うわメガやな。よう飲んどったわ。ほら見てこのサイズ。でかっ。祭りの打ち上げやで。懐かしい。でもこれを飲んだよ俺。これこれこれ。懐かしい。しみる。来たレモネード。うちっこ。え、超もう何なんだ。俺らに比べたらだいぶ弱いっすよ。もう氷もあるしさ。じゃあね、レモネードがなかったよ。メガレモネードの俺も行ったりたいよ、そら。いやいや、そんなんやったら ないですもん、メニューに。行ったりたいってなんやねん。うわ、あ、さっぱり。あ、さっぱり。うわ、ヨシさん頑張るな。めっちゃヨシさん米いってるわ。ヨシさん、あれでグラム稼ぐんか。あれ強いな。めちゃくちゃうまい、もう出汁効いてて。でもヨシさん、もう苦しそうよ。これでギブ。フードファイトの30分後ぐらいの感じで食べてる。まだ2品目の。2品を完食したところでスペシャルヒント。途中経過として一度だけ体重を計測します。これは今後の重要な目安になります。まずは見取り図から、森山 99.5 でした。いきます。これ100取ったらだいぶ熱い。え、100.2 プラス 700g。 えっ、プラス、マジ、余裕やんじゃん。そんな行くの目が。じゃあリリーさん、もともとリリーは 68.1 が 9.0、はい、なので900g。 余裕やん。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、マジ。リリーさ、約1キロ食べたんや。もういった。やっぱあの氷もなくて、ビールだけなんで。で、こいつ鶏パイタン汁まで行ったんで、はい、あ、汁も行った。タプタプです。これだから改めてだけど、これ大食いのロケではないってことやね。そうですね、そうやね。ぴったりいけるかどうか、うん、うん。だからなんか一人ずっとなんか大食いのテンションでやってるけどさ。ずっとなんか大食いロケのテンションでやってるけど、だってこんだけ頑張ってダメ出されてそのロケの持って行き方が間違えてるわ。そうなん。続いて大食いテンションのスマイル、途中経過は果たして。はい、行きます。だいぶ食べはった。これで1行ってたらでかいよ。 62.9 ってことはプラス600。そんなに行ってないやん。あれ、やっぱ飲み物、あんま行ってない。マジかよ。あれ、リーリーとかの子行ってんだよ、はい、やっぱ飲み物っすよ。やっぱ液体がね、強いですよね。マジかよ。半だけ食べたのに。そうなんよ。半だ頑張ったのに。じゃあ僕行きます。はい、緊張するね、これ。69.2 プラス 300g。 おお、スマイルさんのをリリー一人でやった。そう、うわ、最悪。飲むのか。割に合わんて。割に合わんて。確かに。あと 1.1kg。 これより食べやなあと 1.1kg や。途中経過を参考に3品目を注文。せーの、ドカン。はい、森山、ここに来て桃貴族焼きタレ。おー、看板。はいはい、もう看板です。看板です。ナンバーグランド花月行って中川家さん、安友さん見ないわけにはいかないじゃないですか。確かに。看板ね。看板を頼ましていただきました。う、うん、僕は、鶏釜飯。はい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 。作戦としてはスマイルさんにもう大物を取らせないというね。あー、マジか。消していくパターン。次だから細かいのを多分稼がないとダメなんですよ。ヨシさんが米ばっかいかはるから。そうそうそう。先に消しました。取られたら鶏釜飯。はい、で、スマイルさんが、僕はピーマンの肉詰めいきます。うわ、ここで。いや、でも普通に鶏器楽しんでるわけじゃないか。必ず来たら絶対頼むメニューで、ちっちゃない、一番美味しいのこれ。僕がキッズレモネード。
キッズレモネード何キッズレモネードってキッズレモあるわすいませんそれ小学生にしか出せないメニューらしいあそうなんですかじゃあもうレモネードですかめっちゃハグイしてきたね大人がキッズレモネード頼んで怒られてるいやもう結構限界で成人男性吉高は改めてジンジャーエールを注文そうですありがとうございます出たこれやがなこれあいいねプロはね入店してすぐ頼むよ、ね、そうそうそうこれ結構ボリュームあると思うこれ多分250円くんちゃういただきますこれはいくでしょう、まあ、懐かしいうん、うまいおこげの部分も最高よな最高うまみがすごいのよこの鶏牛のカモシはい来たはいそれ食いたいな大看板ですそれ食べたいな中川家さん安友さんが来ましたありがとう本当にうまい看板いただきますうまいよなこれうんありがとうありがとう鳥貴さんありがとう私たち今鳥貴族をフルコースで楽しんでそうねうんお酒飲んでるから食も進む。うわ食べ方うまいな。そしてスマイルの3品目も到着。なんとも言えん大きさ。いいですよ。わでも美味しそう。うん。めっちゃうまそう。うわ食べやすいポン酢味やから。あポン酢なんや。そう。最高。美味しい。うん。完全に完食した。いいな。お腹いっぱいですけどうますぎて食べれるな。ありがとうございます。今2人鶏釜飯と。桃貴族焼きでプラス 300g ぐらいなので今およそプラス 1.9 だと予想してます、うん、じゃあもうほぼほぼほぼ次で決まりますねあとは微調整ですスマイルさんは全然だいぶで僕も肉詰めがめっちゃ量少なかったから 0.5 ぐらいでもらえた、うん、だからなんで頼んだじゃんだから肉詰めまだもうちょいいるなそういうのお前が軸取んなよカワとピーマンねおい3品目を終え重さが稼げそうな炭水化物やメガジョッキは軒並み注文済みに佳境に入った4品目微調整を図る見取り図が頼んだのはセセリですありがとうございますあでも大きいな大好きなセセリあうまいやつなセセリがあと 100g、200g ぐらいだろうから串で微調整めっちゃうまいわセセリうまいのよめちゃめちゃうまい一番好きな部位、うん、そしてリリーが僕はね4種のキノコの卵とじシーズンのメニュー期間限定のやつ正直食べたいプラスキノコ軽いし卵ってなった時調節効きやすいかなといただきますあすき焼き風いいねあうまいめっちゃうまいすき焼きの甘めの出汁でヘルシーよなこれ、うん、キノコと卵っていやほんまレベル高いわ鳥木さん、うん、うまいもううまそうそしてスマイルさんありがとうございますちっちゃい生クリーム皆さん見落としてますチョコパフェチュロ添えいやもうただの使命やなデザートやなデザート目いってましたかレモネードとかいや目いってないけどいやマジでえ写真撮らんでええねんええねんいや映えるなじゃないねんちっちゃいでこれいやでもチュロ添えやからなんなんチュロ添え。チュロ添えてくれてるから。なんなんチュロの味。うわあんま。チュロもちっちゃくない。チョコミルクチョコよ。あでもこれほんま生クリームに下がアイスクリームにもなってるから、うん、結構ドスンとくるかもしれない。もう変やん。変って。あの人このゲームめっちゃ下手よ。クリームちょっと乗せてあげるだけでもすごい味変で変わる。なんか喋ってるんださいな。そして吉高はレモンスカッシュを注文この辺りから徐々に雲行きが怪しくなりまあまあ来るないやお腹いっぱいだいぶ膨らんでると両チームとも胃の限界が近づく中4品目を完食、うん、とここで森山に異変がちょっといいですか、はい、私トイレ限界なんですえわら森山さん、これだいぶよ。コーレトイレ。ソロシャワーだ、出しといて。正直、あと18歩歩いたら出る。あと18歩です。トイレまでちょうど18歩ぐらいや、はい。私のリミットあと18歩なんですけど。でもリアルに多分400ぐらい減ると思うよ。マジそんな減る？減るんちゃう。まあちょっと一回行ってみるわ。うわただその出すぎた思ったらピタッて止めて戻ってくるから。一番気持ち悪い。こんなことできんねや。はい、できます。
すいません。ということでプラス 2.0 キロ目前で森山トイレへ。あー、だいぶ出したんだ。だいぶ出た。マジごめん。え、メガ配分出た。だいぶやな。よしチャンス、よしよしよし、大チャンス、よしよし来た。だいぶ出してくれた。やりよった。これ止めなあかんと思ったんですけど、うん、止まらなかったです。一番むずい。そんなことできなかったです。オッケーオッケー。紆余曲折ありましたが、現在の見取り図の予想増加体重は、お手洗いとかプラスマイナスあって、はい、今プラス 1.7 ぐらいだと思います。あと300狙い、あと約300狙います。はい、5巡目で決めます。次で決めをぴたり。うん、マイロどんぐらいやろ。水分ガンガンいったから、ね、結構増えたと思う。400、500ぐらいは増えてるのかな。だから 1.5 ぐらいはいけてるのかな。 1.4 か5、うん、これ意外にまだ攻めなあかんわ俺ら。いやいや、チュロ野郎が何言うてんの。見取り図はこれで最後です、はい、もうここでプラス 2.0 だと思います。せーの、はいはい、まずこちらから、はい、私大隅麦のソーダで。どれ飲み物、ね、マジか、はい、まあでも重さは稼いでるな、はい、ですし、お酒は、まあ、あの焼酎も行きたいですね。なるほど、気分的にね、はい、何杯目、メガメガでこれ3杯目です、はい、いいな。で僕は鳥天、あーこれうまいな。毎日ソースのやつな。リアルに 100g いかないぐらいかなという予想で、はい、で、スマイルさん、はい、僕もちもちチーズ焼き。もちやからさ、どっしりしてるか、そのまんまもう米取られたからないのよ。嫌 やろ、チュロ添えの後もちもち。白添え。僕、はい、明太マヨ焼き。おお、そう、これもな、これは多分どっしりくると思うね。きてると思うね。確かに。ここで150ぐらいってちょっと近づけるから。はい。スマイルはそれぞれずしんと基礎をなくし物で重さを稼ぎ、ラストスパートをかける。うまー。何や。後半に何やねん。見取り図は残り 300g を目指し最後の微調整。がしかし、はい、あ、思ってるよりでかかったな。結構でかいぞこれ。え、それちょっとオーバーするんだ。オーバーする可能性ありますね。写真で見た感じもうちょっとちっちゃく見えたけど、最悪俺自由におしっこいけるから。ダメ。ラーマン、これや。焼酎にこのタイミングで切り替える、これが一番や。うんうん、いい感じになってきてるかも。マジで自信ある。はい、完食。見取り図は50、これで僕らストップなので、ごちそうさまでした。全部回った。まあピタリ賞でしょう、うん、僕らね、ちょっとどうしてももう一品行きたいですね。スマイルのみ6品目に突入。最後に選んだのは、うわ嬉しい、ありがとうございます。うわ、僕は最後緑茶杯で締めます。最後の最後お酒飲んでる。普通に楽しんでる。そうやね。普通にちょうどいい量食べて落ち着く。落ち着く。瀬戸さんが取り引きてるだけ。吉高はこれぞまさに鉄板、山芋の鉄板焼きを注文。完璧。やっぱこれね、マジで完璧。大好評でも、うん、奥様も大好きですし、めちゃくちゃ美味しい、ね。美味しいし食べやすいしね。食べないと。はい、取り引きのおつまみといえばですね。そう、はい、大豊作やもんね、はい。これをここに置いてたかということです。これこれ。ほんまにそうっすね。ほんまにそうやわ。あれ真似しよう思っても家でできないですからね。ね、これ、うん、食べました。いやいや、あ、完食。ここでスマイルもオーダーストップ。最後のこれで運命の体重計測へ。まずは5品ずつを平らげた見取り図から。まあお互いプラ1ずつぐらいのが気持ちいいよな。そうね、 69.1 ぐらいに収めてくれてたら多分いける。 69.1 あるでしょ。さあいった、 69.6。 おお、あ、行き過ぎってことは 1.5。 おっきょうきょうきょう、おっしゃおっしゃおっしゃ、これだいぶ誤差よ。結構いってたな。1人で 1.5 やろ。やばいっすね。だどんだけ尿で出たかよ。そう、でも尿はめっちゃ出た、ありがたいことに。これ多分やけど俺の体感 1.3 ぐらいね。このままだと2人合わせて 2.8 だから、ちょっと尿で調整してくる。尿調整、尿調整、尿調整。俺自由やね、自由。ゾーンぐらい出される。やばいかも。怖い怖い怖い。尿調整。多分ね、250g ぐらい出してきたから、
100キロちょうどだったら俺100点ゼロやったらピタリ賞なんですよね、はい、あのさっきより痩せてないと思うちょっと待ってほらだからビトリーズ食べ過ぎてんねん多分いきます、はい、うわー怖っどうだどうなったええ100やん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 ってことは100やったほんまのピタリ賞プラス1、100すげえ嘘やろ最後の尿調整すごっすげえすげえ尿調尿調そんな尿調すげえマジでうわやりましたやりましたすげえやったぞ嬉しいマジかだからスマイルさんも行ったらもう漏れますからいきます63.6こい6品を平らげたスマイル果たしてぴったりプラス 2.0 キロなるかうわこれだったら生徒さんは 68.9 でしたはい頼む69.6 プラス700か 1.3 どう体感うわよしさんでもだいぶいってますよでも水分後半水分だいぶいってたんよ63.6 でやったらピタリ賞はい頼むぞじゃあいきます 63.6 こいこい63.6 マジすげえマジすげえ2組ともすげえ奇跡や何これありがとうですやったすげえすげえ2組とも何これなにこれでも誤差ゼロやろいやそうそう誤差ゼロのピタリやと一番太ったんがリリーかなそうっすね 1.5 あリリーが一番頑張ったんやじゃあなんで俺途中経過で減ってるのめっちゃ尿調がいてやっぱ尿調は全てあれ見たチャンネル登録お願いします。